本日はですね、静岡県に向かっております。今回はねキャンプじゃありません。あさって沼津の方にですね友人と一緒に、釣りをしてからコテージに泊まるというプランがありまして、それのためにね全泊ですね、全泊で、静岡県の宇佐美というところに、宿をね取ったので、そこに向かってる途中ですね。まだ朝早いのでいつものように車中泊をしてから、その宿にね向かおうかなと思います。もうねこの辺りは結構来すぎてて、あんまりね行く場所ないと思うんで、まあ、そのまま宿に向かうかなっていう風にはなると思いますね。ではまず、青少パーキングエリアですね、久しぶりに行きます。そちらへ向かいます。てい後ろつけバカ野郎、煽ってくんじゃねえこの野郎。青少パーキングエリア、台風の被害に遭ったみたいですね。知らなかった、封鎖されてる。すごい好きだったのにここ、残念。いやー、青少パーキングエリアが封鎖されてるせいでですね、車全然止めらんなくて、20台弱ぐらいかな。で、なるべくね長居はしないでくださいと書いてあったので、出ました。なのでこのまんま伊東マリンタウンまで1時間ぐらいかけて、移動しようかと思います。間違えてね、久しぶりに来たせいで高速降りちゃって下道走ってます、今小田原では。とりあえずマリンタウン向かいます。夜明けちゃうよ。やっと着きましたね。完全に朝になりましたよ。ああ、ただね、もう宇佐美近いんで、こっから。あとはもう、マリンタウン近くでゆっくりと過ごすだけなんでね。休憩します。もう、明るくてこれ眠れるかわからないですけどね。仮眠取れたら仮眠取って、寝れなかったらゲームずーっとしてまーす。では、おやすみなさーい。はい、おはようございます。現在ですね午前11時過ぎぐらいですね。結局眠らず、仕事やらゲームやらバタバタしておりまして、こんな時間になっちゃいましたね。でもうねパンパンですね。さすが土曜日、止めるところがないぐらい混んでますね。初めてこんな混んでる伊東マリンタウン来ましたね。土日にあんまり行動しないんでね。で天気が見てこれ、本当に私らしくない晴天で暑い。車中泊もね暑すぎて眠れないぐらい、本当に天気に恵まれました。ちょっとね伊東マリンタウン歩きますかね。わー、やっぱり綺麗ですね伊東の海ね。飛び込みたいね、ほんと綺麗。はい、気持ちいいね。はい、おそばいただきます。もうね寝不足なんでね、やはりもう胃が弱ってるんで、おそばでねとりあえずお腹をいたします。ごちそうさまでした。どうしようかな、この後することないんですよ。今1時半なんで、今日の晩飯を買おうかな。もうね近いんですよね、こっからね。ちょっと悩みます、ぼーっとします。胃もたれがねなんかすごいんで、さっぱりするためにアイスをね買ってしまいました。こんな可愛らしいアイスね、いただきます。さっぱりするためにですねアイス食べたんですけど、結構濃厚というか、まあ重たくてですね、なかなかまだ胃がもたれましたね。で今ずーっと船眺めてるんですけど、もう時間もいい時間になってきたんで、少し伊東の街ドライブして晩飯買って
本日の宿にチェックインしようかなと思います。はい、セブンイレブンに着きました。いつもねキャンプでもお世話になっているセブンイレブン、こちら間違いないですからね。あえて伊東に来てるのにセブンイレブンの飯を食うという贅沢な行為ですね。では行ってきます。まさかのね、いつも買ってる鍋焼きうどんがなかったのでセブンのはしごします。今ね伊東駅前まで来ちゃいましたよ。結局ね、見つけましたよ鍋焼きうどん。セブンをねはしごして言いましたら、結構もう時間が間に合わないというか3時に間に合わなくなるぐらいの時間になってしまいましたので、宿に向かいます。楽しみですね。伊東駅からだいぶ離れまして、山の上をねずっと登ってますね。でこちらの宿なんですけどね、あの楽天評価でねすごい評価が良くて、しかも価格帯が非常にリーズナブルで、ずっと気になってたんですよ。だけどねなかなか行く機会がなくて今回泊まることにしたんですけど、これなかなか険しいですね。楽しみー。着きました。なんか想像以上に渋いっすね。これは緊張しますね、入るの。ではチェックインしていきます。はい、着きました。部屋ですね。いや階段、重い荷物持ってきたから息切れ。もう本当にお部屋です。普通のというかめちゃめちゃ広い、十分ですわ。で、バストイレですね。でなんと貸し切り温泉があるそうで、今から入ってきます。まだね全然なんかお客さんが到着していないみたいで、お広い広いよ。こっちもあったわ、広っ。これでなんと今回はGoTo トラベルもあるので1人ね3000円弱、2500円とかそれぐらいで泊まれてます。ではちょっと用意してお風呂行ってきます。いやーこれはほんといいですよ、ほんといい。ちょっとね外観からしたらドキドキしたんですけど、中は本当に綺麗にしててウォシュレットあるし、支配人の方もねすごくいい方で、これは、まあ、ただちょっと今日土曜日なんで温泉がね入れる入れないでねまた印象変わってきちゃうかもしれないんで、最低1回は絶対に入ります。これが貸し切り露天風呂みたいですね。見てくださいよこの景色、別荘地ですね、別荘地。はい、こちらがですね貸し切り露天風呂ですね、温泉です。温泉までついてるんすよ、マジで。今まだ暑いからねそこまであれかもしれないですけど、夜また入りに行きたいな。これは空も見えるから気持ちよさそう。いやー気持ちかったー。いや庭でね涼んでます。また風情のあるねお庭ですね。おそらく1階の方はバーベキュー楽しんでますね。香りがねすごいしますね。まあ私たちは明日バーベキューするのでね、今日はパパッと済ませてパパッと寝るという感じですね。では部屋に戻ります。はい、とりあえずやること終わりました。もうさすがに疲れたんで仮眠取ります。いやこれね起きる時間下手したら9時とか10時とかにならないかね、怖いっすね。なるべく早めに起きます。おやすみなさい。おはようございます。現在8時前ぐらいですかね、2時間ぐらい寝たのかな。もうね外がすごい寒くなってるんで、今からご飯を食べて、早めにまた露天風呂行きたいなと思います。
はい、本日の晩飯がこちらですね。全くキャンプで選ぶものと一緒ですね。もうこれ以外ね、選ぼうと思ったんですけど選べない。すっごい噛んだすっごい噛んだ。もうこれ以外ね、選べないんですよ本当に。これ美味しいって知っちゃってるから作ります。あと忘れてました、鍋焼きうどんもねしっかり買ってます。このスープがね胃を落ち着かせますんで。はい、とりあえず完成しました。いつもはね直接火にかけてますけれども、本日はレンチンなんでね、まあ味は変わらないでしょうけど、いただきます。あのね、やはりどれもうまいわ。エビチラ、うん、うまっ。でこのもつ煮もね、これ初めて見たの。なんか前回買った時あんまり美味しくなかったんだけど、うまい。いただきます。うまい。でチャーハンもやっぱりうまい。でイカモは相変わらず生きてる。レンチンでも生きてる。レンチンでも生きてる。ごちそうさまでした。一瞬で平らげちゃいましたね。そして締めの茶碗蒸し。はい、洗い物も終わったので少しゆっくりして夜の露天風呂行ってきます。やばい、寒い。半袖ハーパンできたから寒い。めっちゃ寒かった。両方とも入られてましたね。あのね、受付で説明受けてるはずなんですよ。履物を外に置いてくださいと。それが次来る人の目印になりますからと言われてるはずなんですけど、両方とも置かれてないっていうね。ほんとバカ。はい、温泉入ってきました。気持ちよかった。やはり夜のね露天風呂最高ですわ。ただね、前に入ってた人のマナーが結構ひどかったですね。桶もね重ねて表を上にしてあるし、足拭きマットはその辺に散らばってるし、なんかバスタオルか、あれもね散らばってましたね。いろんなもんが散らばってた状態で、放置、水も溜まった状態で、何考えてるか本当に。はい、ではね、寝る前に軽く飲んで寝ますかね。いい音。キンキンに冷やしたグラスね、全部泡、91で泡。おはようございます。現在朝7時です。寝た気しないけど、この天気見てください。少しぼーっとします。はい、本日の朝ごはんでございます。もう温泉はね諦めました。混んでるので、準備しないとね。ではチェックアウトします。名残惜しい。はい、チェックアウトしました。いや本当にいい宿でした。
これからですね、友人がですね、沼津の方で釣りを今してますので、そちらに向かいたいと思います。今度は、平日のね、空いてる時に来て、またゆっくりしたいですね。というわけで、一旦ですね、ここで、終了させていただいて、この後は釣り編？釣り編になるのかな？釣りできるのかな？結構本格的なね、釣りしてたんで、ちょっとできるかわからないですけど、釣り編でお会いしましょう。ご視聴いただきましてありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価どうぞよろしくお願いいたします。バイバイ。魚釣れました。